アドソンはクーロン城での任務を達成、ドラゴビッチの切り札を発見した。ノバ6、それは触れただけで瞬時に死に至る激烈な神経毒だった。ああ、ドラゴビッチの兵器だ。話をベトナムに戻そう。マクビーの拠点から脱出した後もお前はレズノフと一緒だったのか。レズノフはいつも俺と一緒だった。確かか。北だ。俺たちは北に向かった。そしてベトコンにヘリを撃墜された。それでもレズノフは生き延びた。そこにはドラゴビッチの右腕クラクチェルと来るのを知っていた。こちらホテル991、セクターブラボー単語セブンナイナーに墜落する。メーデーメーデー。フランク、大丈夫か？くそ、足が失血している。手を貸してくれ。くそ、来るぞ。やるぞ。大丈夫か？もうすぐ。そうは実に有能だ。良い戦友を選んだな、メイソン。私は高台に上がり、クラフチェンコの拠点を探す。了解だ。離れるぜ。リーマライナー X-ray、こちらウイスキー。応答。あ、ウイスキー、どうぞ。うっつ、ヘリでやられたと思ったぜ。次のプランは？南東の外周部を制圧し、集合地点で合流だ。了解。ウイスキー移動開始。オーバー。無事で何よりうっつ。集合地点はすぐ先だ。ボーマンが待っている。音を立てるな。ナイフだけだ。手に限るぞ。
メイソン、状況。この村の近くのどこかにクラフチェンコ指揮下の伝承基地がある。こっちの観測機がやられている。対空砲だな。片付けてホーネットを呼ぼう。ウイスキーチーム、橋と東の川を押さえろ。レイソンは俺と西の外周を行く。合流地点はあの村だ。5分で来い。いいな。ウイスキーチーム、続け。また後。X-rayが西を制圧中。到着は3分後。剥がれるぞ。俺は屋根に上がる。センテックスを設置して川を渡れ。了解。爆薬を設置した。シエラ配置に着いた。ウイスキーよし。了解。 X-ray 前進。起爆装置ここだ。前方の燃料庫にプレゼントを入れといたぜ。よし。メイソン、セムテックスの威力を見せてくれ。ゴー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 。撃っていいぞ。あの機関砲に注意しろ。頭を低く。一度メイソン連れてこい。制圧。メイソン配置につけ。やるんじゃない。真正面に鎖骨を。鎖骨にフラグを投げ込め。フラグを使う。ワンクロワンクロ、こっちはウイスキー。代わりに機関砲を発見。メイソン、早く。右にチャーリー。ジョンソン、今後にホーネットを呼べる。 M202 をぶちかませ。川沿いの小屋の隣だ。見えるか。チャーリーはよほど対空砲がお気に入りらしい。行くな。メイソン、 M202 を使えるか。こっちは釘付けだ。
ワンゼロ、了解。うわ、カロだ。今ないな、アイスアイス。こちら、ケンタッキー、グリーンホーネット接近。ホームランするなよ。派手に行くからな。シーラ、北外中部に到着。シーラは北の練習を制圧、村に接近中。左、屋根にターゲットを複数。シーラ、配置に着いた。了解。あの穴にグレネードを投げろ。よく制圧、前進する。注意を制圧、崩壊を抜けていくぞ。メイソン先行しろ。メイソン、こっちだ。裏の残りも制圧しろ。チャーリーが銃座に、クソ、隠れろ。突っ切れ、行くぞ。エーソン小屋の制圧を確認しろ。仕留めた。前方に地下通路、分かってる。チャーリー、不祥行。前方に地下通路、分かってる。飛ぶぞ。中を掃除しないとな。俺はエラ、ジュ、来い。分かった。俺はこっちの捜索を進めさせる。行くぞ。今ないな、こちら X ライ。半径3キロを偵察してくれ。ロジャー、 X ライ。ボーマン先行しろ。行くぞ。このクソ野郎はもう戦いそうにないな。明かりを揺らさないでくれ、メイソン。止まれ。レズノ、撃つとこだったぞ。一人で戦うことはないぞ、メイソン。私はこちらから回る。わかった。静かに行け。お前どうしまったんだ。メイソン、しっかりしてくれ。聞こえるか。ああ、続けろ。スイフトは死んだ。ここはベトコンの巣だ。リムライナーが一体をしらみつぶしにしているんだ。撃つ、応答しろ。クソ。スイフトはどこに行った？死んだよ。悔やむのは後だ、メイソン。この地下通路にはソ連軍の痕跡がある。クラフチェンコに近づいてる証拠だ。ここだ。手を貸してくれ。気をつけろ、メイソン。敵の気配だ。お前の番だぜ。先に行け。どっちだ、レズノ。直感を信じろ、メイソン。
捨てられてる。奴に感づかれたらしい。で、急いで逃げたの。1968年2月4日クラーク博士から提供された安定剤は大きな効果を上げている。地元住民を使った実験により、これまでに製作されたノバシックスとしては最も高い効果を発揮した。リバース島での動物実験同様、人体における症状の発現はまさに予想通りとなっている。実験対象はガスの吸引から30秒以内に突如として激痛に見舞われ、その後まもなく血圧が急速に低下、発熱、吐き気、嘔吐へとつながる。60秒経過後、皮膚に水ぶくれが生じ始め、続いて全身が角化、剥離及び変色が生じる。これは表皮が壊死し始めていることを意味する。この段階では壊死した組織を次々と切除していくことにより、危険体をごく短時間ながら生存させることも不可能ではない。だが汚染組織を外科的に除去しても、さらなる浸潤を防ぐには不十分である。症状の進行速度は成人男性ではほぼ一定だが、小児では壊死の進み方がより劇的で、多くは30秒から45秒で死に至る。これまでの結果は、温暖な気候においてさえ有効な組み合わせが得られたことを示唆している。シュタイナー博士に成功の報告を。クラフチェンコ、通信終わり。クソ、急ぐんだ。クラフチェンコが爆薬を仕掛けていた。エクセイ、聞こえるか。クソ、急げ、メイソン。こんな穴蔵で聞くのは願い下げだ。メイソン、何があった？地下通路から火が出ているぞ。今どこにいる？こちらは警戒態勢のまま待機する。クソ、メトコンだ、メイソン。どこだ、撃つ。早く。